にちは。現在開催中のイレブンガールズアートコレクション展に参加している日本画を描いている設楽雅美です。今回ご紹介する作品がこちら2つの作品で、私はいつも植物とか自然を描いてるんですが、珍しく猫の作品を描いてみました。こちらがうたたねという作品で、子猫なんですけども、寝そべってこのまどろんでる様子がすごく可愛らしくて描いた作品です。で、隣が、暖かい部屋という作品で、これも同じ猫ちゃんなんですけれども、ちょっと大きくなった時の様子です。お腹を見せてちょっとすごくリラックスしている様子がちょっと癒されるなと思って、見ている方も癒されてほしいなと思って描きました、こちらの作品のお問い合わせは下の概要欄までお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。